ちは、エッジケース用品開発課の黒柳です。今回は GR ヤリスの吸気温度をコントロールするコールドエアインテークをご紹介いたします。 GR ヤリスのインテークではこれまで純正交換タイプのスーパーエアフィルターと抜き出しタイプのカーボンレーシングサクションをリリースいたしました。今回リリースするコールドエアインテークはカーボンレーシングサクションで実現させた吸気抵抗の低減はそのままに、専用のボックスでパワーフローを覆い、エンジンルームの熱気をシャットアウトします。それに合わせて大容量のエアダクトを装着し、フレッシュエアをより効率的に得ることができます。こちらは吸気温度の比較試験結果です。カーボンレーシングサクションでもほとんど純正エアクリーナーの温度を下回っていますが、コールドエアインテークはさらに全域で吸気温度を低く保っています。停車時においても純正を大きく下回っていますので、渋滞時でも安定して吸気温度のコントロールができています。吸気温度を低く抑えることによって、特に3000から5000回転の中回転域でパワートルクともに向上しています。性能だけでなく美観やサウンドにもこだわっています。ボックスを構成するカバーとサイドパネル、エアダクトはすべてドライカーボン製です。軽さと強度はもちろんのこと、表面は 3K 綾織りを採用しており、レーシーな印象を持たせています。エッジケースエンジンカバー、ヒューズボックスカバーと合わせることで統一感あるコーディネートが可能です。またボックスで覆ってはいますが、抜き出しタイプならではの吸気サウンドも楽しめるよう設計しています。いかがでしょうか。性能、美観、音を兼ね備えたコールドエアインテーク、皆様の五感でぜひご体感ください。